2024年注目の特別展、本阿弥光悦の大宇宙。東京国立博物館で開催中のこの特別展では、16世紀から17世紀に書や絵画、工芸といったさまざまなジャンルの芸術分野で活躍した人物、本阿弥光悦の作品とその関連作品を鑑賞することができます。本阿弥光悦は室町時代の1558年に京都に生まれ、俵屋宗達、尾形、光琳と続く総合芸術の作品を特徴とする琳派の祖とされる人物です。光悦は書ではこの絵の豚だと松花堂昭乗とともに寛永の三筆に数えられ、光悦流の祖と仰がれる存在です。さらに焼き物、漆製品などさまざまなジャンルの作品の造形に携わりました。そして1615年大阪夏の陣の後で徳川家康から京都北部の鷹ヶ峰の地を拝領し、そこに本阿弥一族、町衆、職人たちと共に移住し、光悦村と呼ばれる芸術村を築き、幅広い分野で活動を続け、1637年に亡くなりました。その光悦の作品と関連作を展示する今回の特別展の第1章、本阿弥光悦の華燭と法華信仰、光悦芸術の源泉では、光悦の信仰に関連する書の作品として立正安国論が展示されています。京都の妙蓮寺が所蔵する本作は、法華宗の開祖である鎌倉時代の僧侶日蓮が時の執権北条時頼に進呈した建白書のテキストを1619年に光悦が書き写したもので、文字を一つずつ丁寧に書きながら、その一方で強調すべき文字については墨の色を濃くしつつはっきりと記すといった工夫が認められます。このように工夫を凝らしながら法華宗の開祖のテキストを書き写す、この作品からは熱心な法華信徒であった光悦の熱い信仰の心が感じられるようです。その光悦の家、本阿弥家の人々は刀の刃を切れるようにする研ぎと刀に輝きを与える拭いと刀の目利きを得意としました。今回の展示でも光悦たち本阿弥家の人物が複数関わった刀が出品されています。東京国立博物館が所蔵し、名物北の郷の名で知られるこちらの刀は、鎌倉時代から南北朝時代の14世紀に郷の義弘により制作された作品です。郷の義弘は本阿弥家が特に高く評価した刀工でした。そしてこの刀は光悦の養子の本阿弥光佐が大阪の堺で買い求めたもので、光悦のいとこの本阿弥光徳が中子、つまり刀身の束に収まる部分を切り詰めて全体の長さを短くするすり上げを行い、その光徳の銘が中子の部分に入っています。この箇所に金を埋める金象眼の技法を用いて施された銘の文字を記した人物が光悦であるとされます。この刀を作った郷の作品は数が少ないことで知られ、そこに有名な書家である光悦の書が認められるという本作は、その希少価値のために高く評価されています。第2章、歌い本と光悦蒔絵、炸裂する言葉と形では、光悦がたしなんだ洋曲の文化を背景に光悦との関係が考えられてきた漆塗りと蒔絵の作品を鑑賞することができます。まず東京国立博物館が所蔵する船橋蒔絵硯箱は、江戸時代の17世紀に制作された文具を収める入れ物です。箱の前面に金粉が密に巻かれており、蓋を高く山の形に盛り上げています。蓋には波を表した上に小舟が並び、橋がかかっています。これらのモチーフはそれぞれ異なるテクニックを用いて表現されています。すなわち波は付け書きという漆で線を書いてから金粉を巻く技法で表現し、小舟は漆を盛り上げて金粉を巻く薄肉の高巻き絵、橋は厚い鉛の板で表されています。文字は切り抜いて散らした銀の板で表し、五線和歌集の源仁の歌を書き表し、吾妻寺の佐野の船橋かけてのみ思い渡るを知る人ぞなきの
船橋の文字を省略し、代わりに蒔絵で船橋を表して示すという表現の工夫を確認することができます。それから同じく17世紀に制作された漆器の作品として東京国立博物館が所蔵する舞楽蒔絵硯箱が今回の特別展には出品されています。この作品は雅楽で使う鉦鼓、すなわち金属製の打楽器に加えて鉦鼓を打つための道具である朱木、それから鳥兜、つまり鳳凰の頭をかたどるとされる被り物を着用した舞人の姿をクローズアップして蓋の表に大きく表す手法を用いて描いています。本作は金属の粉をまく蒔絵に加えて貝を切って貼り付ける螺鈿、それから金属の箔を細く切って貼り付ける切り金といった複数のテクニックを用いて制作された技巧的な作品となっています。そして東京国立博物館が所蔵する根の碑蒔絵棚にも蒔絵や螺鈿の技法が用いられていますが、これに加えて本作では文学作品に取材したモチーフの採用が特徴的です。具体的には本作には源氏物語のいくつかの話と関連のあるモチーフが表されています。例えば天板の根引きの松は源氏物語の初音の巻、上段の千面の夕顔は源氏物語の夕顔の巻、中段の御所車と白鳥は関屋の巻のストーリーと関連が深いモチーフとなっています。第3章光悦の筆仙と地姿、二次元の空間の妙義では美しい漁師に和歌のテキストを書いた光悦の書を見ることができます。そのような作品のうち今回の展示では京都国立博物館が所蔵する江戸時代17世紀に制作された鶴下絵36花仙和歌館を見ることができます。本作は光悦が書を、俵屋宗達が下絵を担当した作品です。この作品では始まりの部分から鶴の群れが登場します。鶴はくちばしと足、羽の一部を金を三河の溶液に混ぜて作る金泥によって表され、残りの部分は銀泥で表現されています。その鶴がまず陸の上に佇み、それから飛び立って画面の外へと消えていき、そして再び画面の中に降りてくるという時間的に連続して展開する一連のシーンが極端に横長の画面を巧みに用いて順番に表されています。そして宗達が描いたこの下絵の上に光悦が36人の優れた歌人たちの歌を記し、これにより13メートルを超える長大な画面を絵と書によって飾っています。同じく光悦が筆を振るって歌のテキストを書き、宗達が下絵を担当したとされる東京国立博物館が所蔵する作品として蓮下絵和歌館弾館も今回の特別展に出品されています。この作品でも画材には金泥や銀泥が選ばれています。そして斬新な形態で表された蓮の花は宗達の得意とするにじみの効果を生かす垂らし込みの技法を用いて表されています。その下絵の上に光悦がここでは百人一首の和歌を散らして書いています。これらの作品は琳派の代表的芸術家のコラボレーション作品として高く評価されています。最後に第4章光悦茶碗土の刀剣では、光悦が制作に関わった個性的な形態を示す茶碗を鑑賞することができます。光悦は京都の楽家の人々に手伝ってもらいながら、ろくろを使わずに手作りにより形を整え、小さな釜で焼く楽焼きの器を作っていました。その中でも京都の相国寺が所蔵する楽焼き赤茶碗名加賀は丸い筒の形をとっています。表面にはヘラを用いて縦に走る跡をつけている箇所を確認することができます。これに加えて赤と白の異なる色彩を帯びる部分を示すこの茶碗は変化に富んだ形態が特徴の作品となっています。同じく楽茶碗に関しては黒い色が特徴の器も光悦は制作しています。例えば
今回の出品作、名古屋市博物館が所蔵する黒楽茶碗、銘、しぐれは同じく筒の形に作られ、腰に丸みを持った器です。この茶碗は口の縁をヘラで切ることにより平らに仕上げています。全体に施された黒い釉薬が高い濃度でかかって濃い黒を呈している部分に加えて薄くかかって黒みを帯びた褐色を呈している部分もあって色彩も多様性を示し見どころの多い作品となっています。以上のように今回の特別展では光悦の名と関係づけられる刀から漆器、書、そして焼き物まで多種多様な作品を鑑賞することができます。これにより多芸で知られた光悦の芸術とその影響力をよく理解できる内容となっており、本阿弥光悦の大宇宙展は日本美術に興味のある方必見の展示となっています。